TG16M 型は、ロシア鉄道局等鉄道支社に在籍する液体式ディーゼル機関車。日本領時代から続く 1067mm 機関を用いていた、サハリンの鉄道へ導入された。旧ソ連時代に製造され老朽化が進んだ TG16 K ディーゼル機関車の置き換え及び、サハリンの鉄道網の 1520mm 機関への改め機計画に合わせて、 開発された機関車。設計は TG16 系の製造も手掛けたルディノフスキー機関車工場によって行われた。片運転台式の車体をつないだ2車体、連結編成を基本としており、各車体は単独でも運用可能である。車体はモジュール構造を用いて設計されており、機器室からの騒音や振動の運転室への伝達が抑制されている。 改め機に備え、台車は車軸を取り替えることで 1067mm1520mm、mm、双方の機関に対応可能である。エンジンは、環境対策に重点を置いた12気筒 V 字型4、ストロークの 12DM-21L 型が、各車体に1機ずつ搭載され、変速機は、ホイト製の液体式変速機が用いられる。 これらの機器はマイクロプロセッサによる自動制御や自動診断システムプスードで監視されており、それらの状況は運転台に設置されたディスプレイで確認することができる。最初の車両は2014年10月に完成し、ロシア本土で支店が行われた後、翌2015年2月からサハリンでの試運転が行われ、同年8月から営業運転への導入が開始された。 当初は2018年までに40両が導入される予定であったが、サハリンの気候による故障が相次いだこと、改めき計画の見直しが行われたこと、そして 1520mm に適したロシア本土のディーゼル機関車が多数導入されたことから、増応日は2016年を最後に行われず、導入は5両のみに終わった。サハリンの鉄道の後期への改めき後も引き続き、 使用されていたが、気候の複雑さに加えて修繕用部品の調達の有利性などの面から2021年以降、モスクワ鉄道支社への転属が行われている。ありがとうございます。